神戸丸は四国フェリーが運航していたフェリー。本項目では1982年に就航した二代目を取り扱う。神戸丸の代船として、サぬキ造船鉄工所で建造され、1982年5月に就航した。1991年、第一神戸丸に改名、神戸丸の就航により引退した。その後、海外売船され、韓国で カーフェリーチャージュナンバー2として就航した。1993年にドンヤンエクスプレスフェリーへ売却され、ドンヤンにエクスプレスフェリーナンバー6となった。2000年にインドネシア海軍が取得し、2000年5月から11月まで韓国のデサンシップビルディングエンジニアリングで輸送艦への改装工事を受け、機関砲を搭載、ヘリ看板が追加された。 2000年11月10日にクリータンジュンカンバニーとして収益した。船名は南東スラウェイ市州ペレン島の岬に由来する。2002年8月24日にはカリブンジャワ諸島で行われた海軍演習をメガオアティ大統領が元船から視察した。武装として20ミリ連装機関砲及び35ミリ連装機関砲が搭載された。 追加されたヘリカンパンは6.8トン以下のヘリコプターを運用可能で AS322 スーパーピューマクラスの機体が着艦できる。乗員119名で運用され、兵員460名、貨物20.83トンを搭載して、最大速力13ノットで15日間の作戦行動が可能で、車両を搭載する場合は、ダンプ38台、トラック45台、 ワゴン車65台、セダン60台などを搭載可能である。また、短時間の場合、兵員1500名、貨物23.6トンを搭載することができる。1986年5月11日、2時57分頃、高松港に向けて神戸港を出港するため、東神戸フェリーセンター第4バースを離れ、全面海域で左回到中だった元船は、 出航予定進路を逆行してきた引き船、名福丸と衝突した。名福丸の選手が元船の右舷側中央部やや後方に前方から約30度の角度で衝突。本船は右舷側中央部外反に王将を生じ、フレームが極存した。名福丸は選手防減罪のため損傷がなかった。事故原因は名福丸の居眠り運行とされたが、本船が 深夜であるため投稿機で相手船を照射するのみで警告信号を行わなかったことも一因とされた。ありがとうございます。